ミカ、ずっとここでそうしている気かしら。このまま何もしないつもり。ベロータが見たら心から悲しむでしょうね。何も確かめていないのに自分が死んだと思いたがる友人だなんて。ミカ、このまま何もせず友達を亡くしていいのかしら。このまままたベロータを死なせる気。ベロータから聞いているわ。昔孤児院でクリスマスに起こったこと。それはもう一度聞くわ。このまま絶望するだけで何もせずまた友達を亡くすつもり。どうせ死ぬから雪の中に放っておくということ。いえ、私はベロータを探しに行かないと。それなら死んだ目をしている場合ではないわ。諦めないで、あなたの頭の中から死を消しなさい。生きていると信じるのよ。ベロータはまだ死んでいないわ。生きてあなたが探しに来るのを待っているの。胸に刻み込んで必死に探しなさい。この北部にある山全部をひっくり返す覚悟を、必ず見つけ出すという思いを。私があなたを照らしてあげるわ。自分のことが信じられないなら私を信じなさい。私は何があってもベロータを見つけ出す。一緒に友達を探しに行きましょう。行きます。信じます。信じてます。ベロータが生きてるって、見つかるって信じてます。すみません、情けない姿を見せてしまって。昔の繰り返しになる気がしてすごく怖かったんです。それで そうよ、怖い時は泣いてしまいなさい。思いっきり泣いて、それから一緒に探しに行きましょう。私も力の限り探します。これは信号弾です。打ち上げながら行けば探索がはかどると思います。道を照らす明かりにもなりますから。ただしラプチャーに遭遇する確率も上がります。それは心配いらないわ。うん、ラプチャーは全部壊せばいいだけだよ。その通りね。私たちにとっては問題にならないわ。では準備はいいかしら。はい、準備完了しました。通信も異常ありません。アブソルート異常なし。お姉ちゃんと私も準備完了です。はい、私も準備できました。そう、じゃあ移動するわよ。ベロータ必ず見つけ出すから。